バトル級駆逐艦はイギリス海軍が運用していた駆逐艦の艦級。1942年度計画による前期型と1943年度計画による後期型に分けられる。ただし当初予定されていた大量建造は第二次世界大戦の終結により実現しなかった。また、オーストラリア海軍も巡動警官2隻を建造した。 戦艦機のイギリス海軍は、駆逐艦の艦砲を、対空、対水上の療養法とした場合、砲塔機構が複雑化して気力補助が必須となり、また重心上昇から復元性低下にもつながることを懸念しており、爆撃機は駆逐艦よりも戦艦などの高価値目標に集中するものと想定していたこともあって、駆逐艦への療養法の搭載には消極的であった。しかし、 第二次世界大戦壁頭のノルウェー及びダンケルク、撤退作戦での戦訓から、この想定の誤りが明らかになり、療養法の搭載が模索されることとなった。1940年、この要請に対して、海軍装備部長はまず既存の艦砲の最大行角を55度に増すことで対応し、第5次戦時急増艦隊より装備化された。しかしこれはあくまで備法策に過ぎず、 急降下爆撃機に対抗するには少なくとも、さらに20度の行革増大が必要であった。陸軍の降車法は、最大行革85度に対応していたことから、この方がも試験されたものの、動揺する環状でのミサオ法混乱が指摘され、断念された。一方、これらの方がと組み合わせるための方としては、 従来の45口径 12cm 砲より弾道特性が良好で、一発あたりの弾量も重い45口径 11.4cm 砲の開発が進められていた。1940年10月21日、戦術爆僚業務課長は、今後駆逐艦に搭載する長射艇砲はすべて療養砲とすべきである、と表明した。 DTSD の構想では、この種の代表確保2機とともに、40mm、機銃2機及び 20mm、機銃4機が予定されていた。1942年度計画駆逐艦の検討に当たり、1941年4月9日に、第三海軍競歩が主催した会議において、この問題が議論されることとなった。 6月22日には3つの設計案が作成された。この内蔵環局長が作成した連想法3機搭載の案が採択されたが、DNC は4.5インチ連想法3機として試算していたのに対し、検討の過程で4.7インチ連想法2機に変更され、10月9日には爆量要求事項が認可された。 しかしその後も検討が重ねられており、まず実戦部隊からの要望によって、前方火力強化のため艦砲が、艦首側に集中配備されることとなった。また1942年2月の決定により、同年度以降の艦では4.5インチ砲を搭載することとされたことから、本級の搭載砲も4.5インチ連装砲に変更された。ただし、搭載数は2機のままとされた。 これに基づいて建造されたのが本級であり、まず1942年度計画で16隻が建造された。また1943年度計画での建造艦についても抜本的な検討が重ねられたが、結局本級をもとに装備を改正した後期型となり、24隻の建造を予定したが、第二次世界大戦の終結によって8隻のみが竣工した。 ただし本級はあまりに大きく効果であり、艦隊駆逐艦をすべて本級とすることは不可能だった。このため、海軍はハイローミックス運用を採択し、1942年度計画では本級とともに CHCOCR 級が、また1943年度計画では戦時急増駆逐艦と同規模の中間的駆逐艦としてウェポン級が建造された。 戦時急増駆逐艦は特に救急以降は基本設計をほとんど変更せず基準排水量1700トン級全長110メートル級という基本諸言も連綿と踏襲されてきていたこれに対し本級は大重量の療養法を搭載する必要から一気に基準排水量2300トン級全長115メートルと大型化したまた上記の経緯より 実戦部隊からの要望を受けて、前方火力強化のため艦砲を、艦首側に集中配備するため、選手楼を延長して、環境構造物を後方に移動し、印象的な艦姿となった。当初計画では、対空射撃の安定性の観点から、フィンスタビライザーの装備が予定されていたが、艦内容積の有効活用のため、カンパーダウン、フィニステルの2隻以外では省かれることとなった。 缶型の拡大に対応して5万馬力の出力が求められたことから、機関部は L 級の発展型とされた。蒸気温度は下肢700度、圧力は 400LBF、イン2と一躍高温高圧化が図られている。ただしボイラーはアドミラルティ式三動型水管ボイラー、タービンはパーソンズ式、オールギリアードタービンという基本構成は踏襲され、 ボイラー二間の方針も検事された。なお後期型では、間室と機械室のシフト配置化も検討されていた。これは1941年に、アメリカ海軍、キアニーが、ひこみなりした際に優れた、生産性を示したことに触発されたものであったが、設計を大規模に変更することによる、不確定要素を避けるために見送られ、同年度のウェポン級以降の採用となった。 電源としてはタービン種発電機2機とディーゼル低白発電機3機を搭載した。レーダーは戦時急増駆逐艦と同様、早期警戒用の291型と目標補足用の293型の組み合わせが原則とされた。ただし293型のみでも十分な対空捜索能力を備えていた上に、ドイツ軍のレーダーが291型と同じ。 周波数を使っており、逆探知される恐れが指摘されたことから、1945年1月293型を搭載している艦には291型を搭載しないよう勧告がなされた。本級では c h 級以降の戦時急増駆逐艦と同様に、レーダーを含む目標情報を集中処理する区画としての AIO293 型など、 目標補足レーダーの情報を射撃式に直接活用するための中マイナス2の専用区画であるティル、通信、通信防受情報を処理する QD 区画と、これらすべての情報システムを実装している。ジャトランド・トブルック艦砲としては、前期型では45口径 11.4cm 砲を連装の RP10 マーク方法画と組み合わせて搭載した。これは、 最大行角80度とイギリス駆逐艦の搭載法としては初の完全な療養法であった。また後期型では砲芽を RP10 マーク砲に改正した。これらはいずれも遠隔気力操縦の導入が図られており、法位版からの砲芽の遠隔操縦に対応した。また軽量なマーク6砲芽の完成に伴い、1943年度間の 後期建造分ではこちらに換装する予定であったが、これらの艦は建造自体が中止されたため実現しなかった。ただし、オーストラリア海軍向けの建造分ではこちらが採用されている。包囲板としては、前期型では CR 級で装備化されたマーク6両用包囲板が搭載された。ただし本級では新型のフライプレーン照準算定機が搭載されている。 また後期型では従来からイギリス側が熱望していたアメリカ製のマーク三十七方位板が搭載されている。これらの療養法に加えて前期型では野戦時の清暖用として煙突後方に広角、弊社療養の四十口径十点二センチメートル炭装砲を搭載することとされていたが実際にはアルマダ、バーフルーア、カンパーダウン、ホーグ、 トラファルガーの5隻でのみ搭載されており、後に56口径 40mm 単装機銃2機に換装された。また後期型ではこれを45口径 11.4cm 砲と単装弊社砲である RB50 マーク V 砲画の組み合わせに変更し、耐水上火力の強化を図った。近距離用の対空兵器としては S 級以降標準となったヘイズメイヤー式の FCS 連動56口径 40mm 連装機銃が採用された。ただし従来の駆逐艦では、戦隊軸船上に1機のみの搭載であったのに対し、本級前期型では、艦砲を選手楼側に集中配置し、中部、後部艦板に広大なスペースが確保されたことから、ここに4機という多数を搭載した。また後期型では、 新開発のスターグ式56口径 40mm 連装機銃3基に変更されたが、生産遅延のため、当初はスターグ2基とマーク V1 基の構成となっていた。この他、これらを保管して、70口径 20mm 連装機銃と同単装機銃2基ずつが搭載されていたが、近接防空火力強化の要請から、 あとに39合計 40mm 単装基準に換装した。対艦兵器は1927年度の A 級以降のイギリス駆逐艦では21インチ4連装魚雷発射艦2機が基本とされてきた。1935年度の I 級から37年度の K 級で一時期後連装2機に増備されたものの、戦時急増駆逐艦では、 再び4連装2機に差し戻されており、前期バトル級でも踏襲された。しかし、ゼルベルス作戦において、ドイツ海軍の戦艦、シャルンホルストのドーバー海峡突破を許したことへの、反省や太平洋戦域での戦訓から、雷装強化が要請されるようになった。大日本帝国海軍の駆逐艦、島風が5連装発射艦を搭載していたことも、踏まえて、 後期バトル級ではの連装発射艦2機に増備されることとなった。当初は発射艦の気力かどうかも検討されたものの重量マージンの問題から実現しなかった。1954年から1955年にかけて各艦隊司令官はレーダーピケット艦の整備が下級の要であると認識するようになっていた。イギリス海軍では 1940年代後半に一度艦隊航空艦整合衛艦として、レーダーピケット艦の整備を計画したものの断念した経緯があったが、これらの要請に応えて、検討を再開することとなった。フェードの検討では、専用艦の心臓は困難とされており、既存の艦を改装することとなった。前期バトル級は設計上の不都合が指摘されたことから、 1955から65年度の中期、計画では、ウェポン級と後期バトル級が改装対象として選定された。後期バトル級の回収は、エジンコート、アイシン、バローサ、コラナの4隻を対象として、1958年より着手された。この回収は、フェードと同様に、単なるレーダーピケット艦ではなく、 地上基地や航空母艦から来園する戦闘機に対する航空管制をも目的としたものであり、航空管制艦と称された。回収内容は下記のようなものであった。これらのバーターとして、艦首の2連装4.5インチ砲塔2機と艦尾のスキット対戦迫撃砲を除く兵装はすべて撤去された。なお、同時に回収されたウェポン級やその代替となった。 ディアンダー級フリゲートでは、レーダーピケット艦の必須装備である965型レーダーは、搭載されたものの、航空艦西洋の初装備は搭載されなかったことから、A、D 回収を受けた後期バトル級4隻は、唯一の本物の艦隊ピケット艦とも評される。前期型は1943年後半から1945年中頃に、かけて寄港されたが、 当時のイギリスで建造された駆逐艦と同様に武装の供給遅延に悩まされ、戦争の終結までに浄水しか浸水できず、全席は必要ないことが判明した。その結果、海軍本部は1945年9月に16隻の発注をキャンセルし、すでに建造中のモンス、オムダルマン、ソンム、リバープレート、セントルシア、サンドミンゴ、ウォーター,ールは解体された。 それに加えて、アルベーラ、ジャトランド、ナミュール、オーデナーデ、イープル、ビミエラの6隻は、後日の建造に備え、保管された。また、終戦に伴い建造中の後期型の多くは1945年12月に建造中止となり、後期型で収益したのは8隻のみである。バトル級駆逐艦の場合は1950年に考慮する機会があったものの、 イープルとビミエラがデアリング級駆逐艦に改め設計された上で、それぞれディスダインとダナエイに改名され建造が再開されたが、それ以外の4隻は1957年から1961年にかけて廃棄された。また、ダナエイは浸水前に建造中止となり解体され、ディスダインのみがデライトに改名した上で収益した。なお、前期型のうち2隻が パキスタン海軍一隻がパフラビー朝時代のイラン海軍に譲渡されている。ただし、L 級、M 級の50口径12センチメートル砲よりは軽い。練習艦に回収後は、乗員169名、訓練生109名最初の5隻の未装備。後日撤去この方針は、タイガー級巡洋艦やオーリシャス、級航空母艦などにも採用され、 戦後14年経ってから完成した艦もあった。7A と同様に建造中止とされたデアリング級駆逐艦の艦名を襲名した。1942年度発注1943年度発注建造当初の艦名はマルプラケットであるが、浸水後に1945年12月に建造中止となった姉妹艦の艦名を襲名する形で解明。 建造当初の感銘は、マルプラ家の戦いに由来。ありがとうございます。